に恵まれました ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、今日もたくさんのお客さんが入りました。プロ野球選手冥利につきますよね。そうですね、たくさんのファンの方の応援というのは相当力になりますので、選手もかなりプラスになりますし、お客さんが入ってくれれば入ってくれるだけ、やる気もなりますので、ね、楽しみですね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはマリーンズの先発チェンが ZOZO マリンスタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。アウトコースへ決めました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターバントしました。サードが取る。一塁送球します。アウト、ワンアウトです。ちょっとすっぽ抜けた感じです。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。インコース高めのストライク、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。サードランナーホームイン。ファイターズ1点を先制します。ここで先制点を奪われてしまいました。まあファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが4球目、打ちました。痛烈、これもファウル。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れて打ちました。セカンド取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回ファイターズ先手を取りました。ファイターズマウンドに上がるのは先発の杉浦、バッターは荻野。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。打ちました。中島抑えてワンアウト。バッターは2番に入っているマーティン。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。外は入っています。ノーボールツーストライクです。痛烈な打球、これは行きますね。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて突き刺さった。同点のソロホームランです。千葉ロッテマリーンズ、白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。同点に追いつきました千葉ロッテマリーンズ。1対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いや本当にうまく反応しましたよね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターボックスは3番中村。マリーンズホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。ああそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。バッターボックスには4番安田。ツーアウトランナーありません。緩いボール決まっています。よくコントロールされています。空振りになります。ノーボールツーストライク。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。2回の表ファイターズの攻撃。バッターボックスは5番渡辺。マリーンズ同点で迎える2回です。打ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスは6番太田。まずはワンアウトを取っています。インサイド落ちました。これは
ショートの左抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ勝ち越しのランナーを一塁に背負います。バッターボックスには杉谷。ここはエンドランも考えられますよね。さあ仕掛けて2球目打ちました。ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。掴んで2アウトです。8番バッターはキャッチャー宇佐美。2アウトになっています。最初は変化球できました。ストライクです。アウトコース見送ってストライクです。あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました。これはどうだ。ショートの横抜けた。マリーンズピンチになりました。2アウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには中島が入ります。さあ一打勝ち越しという場面、まあ、こういった序盤のピンチをしっかり抑えて引き締めていかないといけませんね。なるほど、そうですね。打った、掴んで3アウト。勝ち越しは許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。勝ち越しのチャンスがあったファイ2回の裏になります。マリーンズの攻撃。バッターボックス井上。マリーンズ同点で迎える2回の攻撃です。先頭バッターとしてまずは塁に出たいこの回の攻撃です。そうですね、やはり先頭が出ると得点の可能性がぐっと上がりますからね。そうですね。さあ4球目は何か。打ちました。ショートが取る。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。バッターボックス福田。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、高めのボール、打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックスには指名打者の佐藤。2アウトになっています。初球ボール、高めのボール、このフライは切れそうだ。切りました。ファールボールです。打ちました。中島一塁アウト、スリーアウトです。富山さん、お互いに点は取られていますが序盤ですからまだまだどうなるかわからないですね。そうですね、両投手ともに立ち上がりを攻められたわけですけども、まあ、ここからどう立て直すかですよね。確かにその通りですね。外へのカーブ外れました。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックス平沼、まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ストレートが決まっています。ナイスボール。はい、低めストレート、空振りでストライク。ノーボールツーストライクです。次が4球目。高めのボール、これはどうか。センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは今日 DH に入っている近藤。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやー、さっきは勝負どころで打たれてしまいましたよね。はい、今度は打ちました。取った。二塁送球、二塁アウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点には。初球は何で来るか。初球変化球は空振りです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。バッターは9番に入っている藤岡。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はストレートから入りました。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ランナー、改めてお聞きします、この荻野、バッターとしてはどういう特徴がありますか？いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。そうです。ストレート打った、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。バックホームする。左中間へのヒット。さあチャンスを広げていきます。よくチャンスを広げてくれましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の、さあどうだ、これは大きな打球。このフライはボール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。右中間へ、いいところに飛んでいる。さあバックホームするか。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ。
サードランナーホームイン、マーティンキッズ。さあご覧いただきましょう、犠牲フライで勝ち越しに成功しました。こういうクイックがうまいピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。ああそうですね。一塁ランナーはそのままです。引っ張った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトが追いかけますが頭を越えました。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には安田が入っています。さあ追加点のチャンスです。インサイド落ちました、ファウルになります。いや惜しかったですね、長打コースでしたからね。そうですよ、打った右中間に強い打球、これはどうか、右中間破っていきました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。マリー、ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。そう、やはり安易にストライクから入れませんよね、ピンチですからね。なるほど、そうですか。高めのボール打ちました、弾き返した打球は左中間へ、最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。回は4回の表に入っています。追いかけるファイターズの攻撃、打席には4番バッター中田。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。マリーンズリードで迎える4回です。これはバット出ず三振。まず何を投げてくるか、インサイド変化球決まっています。素晴らしいコントロールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。三振です。6番バッター太田、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。いいまっすぐですよね。はい、低めストレート空振りでストライク、あっという間に2ストライクです。インコース詰まりました、この打球はフライになっています。取って3アウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対1マリーンズがリードしています。マリーンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番福田、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。インサイド落ちました、これはどうだ、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている佐藤、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。2球目は何で来るか、引っ張った、取りました、アウト。スタンドのファンからもご覧いただきましょう、走りながらのこのキャッチ、初球ボールです。ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ランナー出ました、千葉ロッテ。初球は何から入ってくるか、まずは見送ります、ワンボール、またインロー、ボールになります。これが3球目、ライトに持っていった、大きいぞ、伸びていく伸びていく、頭上を越えていった、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。マリーンズ、ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。できればこの、初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。2球目打ちました、中田、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかし5回の表、小宮山さん、ここまでのピッチングご覧になっていかがですか。可もなく不可もなくという感じでしょうけど、できるだけね、終盤までこのような状態でいってほしいなと思いますね。なるほど、変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番宇佐美、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか、低め空振り、ノーボールツーストライクです。ファウルになります。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。
バッターボックスは9番中島。先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね。ここは注意していかないといけないでしょうね。なるほど、そうですね。2アウトになっています。打ちました中村、一塁アウトで3アウトチェンジです。反撃したい。赤星さん、ここまでリードでの展開ご覧になっていかがですか？そうですね、変化球にしてもまっすぐにしても強引にいかずうまくさばいてますからね。それがこういう結果になったのかなと思いますね。はい、このいい流れを引き続き打った。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。千葉ロッテマリーンズ5対1。ここ一番の集中力が光ります。その差4点、大きくリードを取りました。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり振り抜けてましたし、距離も完璧でしたね。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。打席には3番バッター中村。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。2球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、レフト掴んでワンアウト。打順は4番安田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ワンアウトになっています。際どかったですよね。はい、変化球わずかに外れてボール、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには5番井上。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。初球打ち、これは面白い当たりになった。このフライはヒットになりそうだ。レフトの前に落ちました。ヒット、井上、これが自身本日の初。バッターボックスには代打の清田。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。インサイド落ちました。これはスタンド、切れました。ファールボール、打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、センターが取りました。2アウトです。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですよね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番の佐藤が入っています。落として、これは当たりません。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。打ちました。これはどうか、中島アウト。スタンドのファンも沸いています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、先制のピンチ、 DH 近藤、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。マリーンズ先手を取られます。しかしマリーンズすぐに反撃に出ます。ワンアウトランナーなしから2番バッターマーティン、甘く入った球を振り抜きました。マリーンズ一振りで試合を振り出しに戻します。2回の表、ランナー1塁2塁のピンチ、ここは打ち取ります。勝ち越しを許しません。3回の裏、勝ち越しのチャンス、2番マーティン、きっちり犠牲フライ、マリーンズ勝ち越しに成功しました。攻撃、ツーアウトながら一塁三塁のチャンス、迎えるは4番安田、右中間へのタイムリーヒット、マリーンズ1点を追加します。4回の裏、ツーアウトで二塁にランナーを置いて9番藤岡、ライトへのタイムリーヒット、マリーンズ1点を追加します。
そして先ほど5回裏の攻撃、この回の先頭バッターマーティン2球目を捉えました。マリーンズ1点を追加します。これから6回、マリーンズに選手の今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。ZOZO マリンスタジアムからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。日本ハムファイターズ、打順よく1番から始まります。バッターは西川、先ほどの打席はファールフライに倒れています。マリーンズリードで迎える6回です。4球目は何で来るか。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。打順は2番平沼、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。いいストレートですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。バッターは DH 近藤、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。打球の行方にご注意ください。打ちました。これはどうだ。取りました。一塁アウト、スリーアウトです。反撃。8番バッター田村、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。初球打ち、これはどうか。取った。アウト、ワンアウトです。バッターボックスには9番藤岡、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。杉浦、まずは先頭バッターを打ち取っています。打順はトップに帰って荻野、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。初球打ち、切れていきます。ファウル。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じで、これはいけません。デッドボールです。さあ2アウトながら1塁には追加点となるランナー、打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐん打球伸び、入った。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。千葉ロッテマリーンズ7対1、見事な一発が飛び出しました。その差を6点と突き放しました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。バッターボックスには3番中村、マリーンズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。釣り玉でしたね。振ってきません。外れています。アウトコースのチェンジアップ、これが4球目。打った。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで初球打ち。さあどうだ。このフライはどうだ。落ちるか。太田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回、こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか。どうでしょうね。集中しろと言ってもなかなか集中しづらい状況にはなってしまってますよね。はい、そのあたりのプレー一つ一つに注目したいと思います。ファウルになります。次の球もストレートはありですね。なるほど。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター渡辺、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。チェン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った。この当たりはどうか。外野ヒットになりそうだ。レフト線フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。
渡辺、今日の初ヒットがここで出ました。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。外角高めへのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。外れましたけどいいボールですよね。膝元変化球がわずかに外れ、打ちました。三塁ファールフライ、この打球はファールグラウンドへ。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。二塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。7対1、マリーンズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン。赤星さん、点差を離している展開ですが、この後の回どのような戦い方が必要ですか。確かに点差はありますが、1点でも多く追加点。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。レフトの前に落ちる、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでした。打った、高く上がった、これはどうか、フェンス直撃、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げ、まずはボールから入りました。打った、これはどうだ、渡辺素晴らしい反応を見せた、アウト。これはチームの、バッターボックスは8番田村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。落とした、これは空振りです。これはちょっと手が出ないですよね。インローのストレート、力のあるボールです。打ちました、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回っています。9番バッター藤岡、まずは見送ります。ワンボール、もう一回インローに持ってきました。見送っています。ボール、インサイド落ちました、ヒットになった、ホームに送球、これで3安打猛打賞、ランナー三塁一塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター荻野、先ほどの打席はデッドボールでした。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バッターボックスには2番マーティン、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。打った、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホーム。ファイターズピッチャー3番バッター中村、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。インサイド落ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バッターボックスは4番安田、さあまず1球目、インサイド落ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バッターボックスは5番井上、先ほどの打席でヒットを放っています。マリーンズこの回は打者一巡の猛攻となっています。これが2球目、体に近いところ、ボール先行です。打ちました、センターに強い打球、この当たりはどうか、ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。清田が打席に入っています。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。これは変化球、ここは見ます、ボールが3つになります。打ちました、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、レフトオーバーのヒットになりました。二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バッターボックスには指名打者の佐藤、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、
セカンドランナーホームイン。マリーンズバッターボックス田村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイス、引っ張った、レフトをバックする、バックする、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。アウトコースへいい球が来ました。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回、8回の表、7番から始まるファイターズの攻撃、杉谷がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。見逃し三振、打った、抜けていきます。これでマルチヒット、ワンアウト。バッターボックスには代打のワン・ボーロン。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。アウトコースへのカーブはボールです。ストライクが入りません。ここは1球見ました。変化球が決まりました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ファウルになります。打ちました、これはどうか、ボールを拾って、二塁は無理、一塁送球、アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ファイターズ2アウトにはなりましたが、ランナーを進めています。ここは見逃しで三振を取ります。3アウトチェンジ。ランファイターズ8回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは荻野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打ちました、これは浅いフライ、このフライはどうだ、落ちるか。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターは2番マーティン、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。内野を抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは3番中村、先ほどの打席でタイムリーアウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。小宮山さん、ここはピッチャー9回も続投ですね。そうですね、もうベンチとしたら最後までということでしょうね。そうですよね。内へ低めの変化球、あっという間に2ストライクです。インサイド落ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。バッターは DH 近藤、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インハイ決まっています。いや素晴らしい球ですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクです。まあここはゾーンギリギリを狙って勝負ですね。はい、見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには4番中田、今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。ファウルになります。さあ4球目は何か。外れてますか。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました、ピッチャーゴロです。ショート取った、二塁はセーフ、ツーアウトになりました。さあマリーンズピッチャバッターボックス渡辺、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。ファイターズ2アウトにはなりましたがランナーを進めています。はい、これが1球目、
初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。いい当たり抜けた。セカンドランナー帰れるか。レフト前ヒット。これでマルチヒット。バッターボックス太田、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトながらランナー三塁一塁。さあ大陸まず初球しっかりと見極めました。アウトコースファウル。いいコースだったんですけどね。膝元変化球がわずかに外れています。ファウルです。ピンチの場面でしたが見逃し三振でアウトを取りました。試合終了。千葉ロッテマリーンズ打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったマリーンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。本日は最後までご観戦いただきまして、